皆さんこんにちは、ゆぶしです。本日の動画はですね、毎月のお楽しみ企画でございます。3月のお気に入り、買ってよかったものを紹介していきたいと思います。まあ、3月は花粉の季節本番っていう感じで、花粉症だったり肌の揺らぎとかにちょっと悩まされたりはしたんですけど、ちょっと敏感な肌とかでも大丈夫だと思えるようなこうスキンケアとかを研究できたりとか、ギネスの発売があったりとか、無印良品の動画をアップしたりとかで、春のお洋服っていうのをこう身につけてみんなに紹介できてすごくね嬉しかったし、本当にお気に入りに囲まれて過ごせた月だったなっていう風に思います。なので、まあ、本日は今まで紹介してきたものはもちろん、紹介しきれなかったものまでたくさん紹介するお気に入りの動画になっているので、ぜひ最後までご覧になっていってください。それでは動画どうぞ。今回もですね、お洋服系、あとは美容系アイテム、まあ、その他雑貨おまけという感じでお送りしていきたいと思います。それではまず一つ目のお洋服は、着てたー、どっちも。実はこの上に着てたカーディガンもこのボーダーも無印良品のアイテムなんですけど、私間違いなく今月一番ね着てたので、ちょっとこれをお気に入りで紹介せねばという感じで紹介させてください。こちらのボーダーはフトバンテボートネック長袖 T シャツ2990円の商品です。カラー展開は10色展開あって、私はピンクボーダーのカラーを購入しました。サイズ展開は6展開あって、私は L サイズを購入しました。ボーダーは何枚持っててもいいですね。このね、無印良品のこの春に出たピンクのカラーに関しては、これを着るだけですごく春らしくなって、おしゃれをね、楽しむことができたので、すごく買ってよかったなっていうふうに思います。詳しくはですね、まあ以前の購入品の動画でたくさんお話ししてるんですけど、このフトバンテの生地感が結構しっかりとしていて、まあ程よい厚みがあるので、お洗濯とかしても簡単にこうヨレヨレになっちゃったりとかはしないのでね、すごく長くね愛せるアイテムで、本当にね良いです。他の子緑とかのカラーとかも可愛かったりとかするので、ぜひチェックしてみてください。ということで次行きましょう。続いてのお気に入りはこちらのカーディガンです。ドバンテカーディガン2990円の商品です。カラー展開は7色展開ありまして、私はピンクのカラーを購入しました。サイズ展開は6展開あって、私は M サイズを購入しました。実は購入品の動画では紹介していないアイテムで、購入品の動画を撮った後にやっぱこれ欲しいなみたいな感じになってお店に行って買ったアイテムです。このフトバンテのカットソーと同じ生地感のアイテムで、すごくしっかりとしている、とっても使いやすいね生地感のカーディガンです。やっぱりこのくすみピンクが可愛い、大人でもすごく使いやすくって、私もですねこの3月たくさん着ておりました。この組み合わせがやっぱりなんとも可愛いです。こちらもすごくお気に入りです。ということで次行きましょう。次着てましたー、こちらのスカートでーす。これはまあ実はですね、知ってる方は知ってるユニクロイネスのアイテムです。リネンコットンギャザースカート4990円の商品です。カラーは無地のもの2色展開ありまして、私はベージュのカラーを購入しました。私は61のサイズを購入しました。このスカートはねこんな感じで、ここにたくさんねたっぷりギャザーが入っていて、そうすごくねふんわりと広がるシルエットがとってもね女性らしくって可愛いんですよ。ただちょっとウエストがねゴムじゃないので、サイズ選びがちょっと難しいかなと思うんですけど、サイズ選びがねちゃんと間違わなければもうめちゃめちゃ可愛く着れるスカートです。リネンコットン素材ですごく軽やかなねスカートなので、これから先夏も活躍するなっていう風に思って買ったんですけど、まあ本当にこれはお気に入りに入れなければと思いました。詳しくはイネスの購入品の方で紹介しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そしてこの動画ではみんなに報告があります。そう、私ダラララララダラララララララじゃーん。イネ
スのね、ちょっと気になっていた赤銀河のチェックのスカートを買ってしまいました。コットンツイルギャザースカート4990円の商品です。カラー展開はブラックとレッドがあって、私はねどっちも購入しました。私はこれも61のサイズを購入しました。最初はブラックだけ買ったんだけど、何度寝ても頭の中にこのスカートが夢で出てくるような感じで欲しかったね、やっぱりね。こちらのスカートもこんな感じでたっぷりギャザーが入っていて、こんな感じでふんわりと女性らしくね着れるような、とっても可愛いねシルエットのスカートです。私ユニクロさんのショールームの方ではホワイト系のこうアイテムとね合わせてちょっと甘めに着たんですけど、大人がねこう日常使いするとするなら、暗めのちょっと落ち着いた感じのトップスとかと合わせれば結構ね甘さと大人っぽさのこうミックスな感じで素敵に着れるんじゃないかなというふうに思って購入しました。赤白銀河ムは乙女の夢ですよね。それでは次行きましょう。次、そして続いては可愛すぎるバッグを紹介します。こちらのチューリップバッグです。レガートラルゴさんのチューリップツーウェイトートバッグ5390円の商品です。カラー展開は6色展開あって、今私が持っているのはピンクベージュのカラーです。今私が持っているのは一番大きいサイズなんですけど、他にもショルダータイプの一回りちっちゃいサイズのやつとか、携帯とかをちょっと入れるくらいのポシェットタイプのサイズのものだったりとか、あとお財布とかもあります。実は私去年ねこちらのチューリップバッグを一目惚れして購入して、たくさんみんなにね紹介しまくってたんですよ。嬉しいことにこちらのチューリップバッグの会社様にそのお声が届き、今年はね新作をプレゼントしていただいたんですね。やっぱ形がさ、まさにチューリップな感じですごく可愛いですよね。こんな感じで大きめのマチがついてて、大容量でたくさんものが入るんですよ。そう、後ろにはこんな感じで花びらの部分がこんな感じでポッケになってて、携帯とかねここのところに入れられたりとか、中とかはこんな感じでパチッと閉められるようになってて見えないようになってます。去年とちょっとねこの大きめのサイズの方でちょっと違うところがあって、実は去年のこちらのサイズ感のアイテムに関しては手持ちのバッグっていう感じだったのだけど、今年この部分がなんとね取り外せるようになってるんですよ。こちらを取り外して長めの紐をつけることによって、こんな感じでショルダーバッグになっちゃうんですよね。めっちゃ優秀と思って、すごくいいなと思いました。この優しいピンクベージュのカラーもこのピンクコーデとかにもねすごく似合って、私すごくお気に入りです。でもちょっとこう一回りね小さいサイズの方とかもいただいてるんですけど、これはね取り外しできないんだけど、こんな感じで肩掛けした時にすごくコーディネート的にバランスが良かったりとか、小さいながらにもめちゃめちゃね粗大容量なので悩みますねこれはね。だけどまあ私は結構荷物が多いタイプなので、この大きめサイズの方活躍してます。そう、すっごいお気に入りでめっちゃ使ってるの。それでは次に行きましょう。次、続いてがつけてた、めちゃめちゃ可愛すぎるアクセサリーです。私大好きな雑誌のパッチを見ていて一目惚れしたアイテムです。アトリエ4173というアクセサリー作家さんの額縁の花チューリップ刺繍イヤリング、ピアスもあるみたいです。税込み4000円の作品です。額縁の部分がパールになっていてちょっとレディーな感じでおしゃれだし、チューリップの後ろがブラックになっててね、よりチューリップが引き立ってるデザインがめちゃめちゃ可愛いですよね。耳につけると結構大ぶりなね大きさで、すごくね存在感があってめちゃめちゃ可愛いです。私チューリップがもともと大好きなんですけど、ついついチューリップのアイテムがあると目がいっちゃいます。みんなもこちらぜひチェックしてみてください。ということで次行きましょう。次、続いてはこの花粉の季節めちゃめちゃ助けられました、ユラニ肌対策アイテム紹介したいと思います。じゃじゃーん、大好きエトボスモイストバリアシリーズでーす。まずはですねこちらのクリームの方、モイストバリアクリーム税込み3850円の保湿クリームです。いつもスキンケアとかの最後とかにつけてるんだけど、なんかテクスチャーとかもすごくよくってね、こんな感じでベタつかずスルーって伸びて保湿してくれるようなクリームで、とってもね使い心地がいいんだけど、花粉とか PM2.5 とかハウスダスト
と大気の汚れ、乾燥とかから肌を守る成分を配合して肌荒れを防ぐ保湿クリームということで、外部のいろんなねものから肌を守ってくれるようなクリームなんですよ。やっぱり花粉の季節どうしても私こう肌に乾燥する部分が出てきて、全体的にもなんかちょっとピリピリするような感じ、結構ねそういうのに悩まされちゃうんだけど、この保湿クリームはなんか敏感な肌とかに使ったりとかしてもピリピリしたりとかしなく優しく使えたし、保湿してくれてカサカサとかもやっぱ軽減したし、すごくこう守られてる感じがしてすごく使ってよかったなっていう風に思います。そしてまあこちらのね保湿クリームと一緒に使うのですごく良かったのがエトボスのモイストバリア PBE 保湿美容液ファンデーションで税込み4180円の商品です。カラー展開3色展開あって、私は一番明るめのライトのカラーを購入しました。これね去年もちょっと使ってたんだけど、やっぱいいよね2層タイプのやつで振ってから使うんだけど、これもね結構こうみずみずしくって伸びがいい感じのテクスチャーです。人型セラミドが入ってるらしくて、スキンケアアイテム並みの保湿力があるアイテムで、すごくね肌が潤います。カバー力はねめちゃめちゃあるっていうわけではないんだけど、色ムラとかをこうカバーしてくれるような程よい素肌感を生かしたようなこうカバー力はあって、私は結構好きです。石鹸オフできるアイテムなので、オフの時にもこうお肌に優しいし、今の季節すごい揺らいでる肌とかにめちゃめちゃぴったりなアイテムだなっていう風に思って、この時期すごく愛用しています。今ホームページ見たらキットとかもね売ってたから、そう今の時期とかキットとか試してみるのもいいかもしれないです。おすすめです。お守りコスメって感じです。それでは次行きましょう。次、まあ、そして続いては私になんか最近フェイスパックオタクで、この時期のこうゆらに肌にすごくおすすめなお気に入りのパック柄です。こちら紹介します。ミラーリっていうブランドのモアカームダウンフェイシャルトリートメントマスクです。私以前コスメキッチンの展示会でサンプルで一回もらって、それ以降大好きなアイテムなんだけど、まずなんかパッケージの透明なパウチなの、なかなか珍しいよね。使い心地とかもすごく息もひたひた入ってて、顔にもしっかりと密着してくれてすごくいいし、ミラリの一応なんかフェイスパックは6種類かなあって、その時の気分とか肌状態とかに合わせて選んで使うんだって。でこのモアカームダウンってやつが肌のこう落ち着きとかを取り戻すような植物由来の成分が入ってるんだって。だからこのゆらに肌の季節とかにもすごくぴったりだなと思って大好きで使ってました。ビーガンの国際認証マークとかも取得してるビーガンフェイスマスクでもあるっぽいです。6種類のパックが1枚ずつ入ってるセットとかもあるから、きっとパッケージとかめっちゃ可愛いからね、プレゼントとかにもなんか喜ばれそうな、そんなフェイスパックだなと思ってとってもお気に入りです。そして続いても素敵なアイテムです。それがじゃん、このねワンちゃんのデザインがめちゃめちゃ可愛いんですけど、これはロンドン発のアロマケアブランドのアンドレアガーランドのアロマリップ&ネイルバーム、税込み3520円の商品です。こんな感じで開くと中にはちょっと大きめのミラーと体温で溶けるような 100% ナチュラル&ビーガンのバームが入っていて、それをまあ唇につけたりとかネイルの甘皮につけたりとかして保湿ケアするアイテムです。このケースに一目惚れして買ったんだけど、この大きめの鏡が結構良くてポーチに入れとくとかなりこう便利なんですよ。でこの中のバームとかがなくなっちゃったら、お薬のピルケースとかとして使えたりとかするアイテムで、これもね長く愛せるケースで可愛いですよね。ケース自体にも本当にたくさんの種類があって、猫ちゃんのケースだったりとか、ちょっとアリスのケースだったりとか、とっても選ぶのも楽しい感じですごくおすすめです。ただねちょっとなんか物によっては在庫が切れてるアイテムとかがあったりとかして、ちょっと再入荷待ちとかになっちゃってちょっと待ったりとかするんだけど、すっごく可愛いので再入荷待ちのボタンを押す価値あり、可愛いもの大好きです。ということで次行きましょう。次、それでは3月のお気に入り、買ってよかったものの最後で紹介するのはこちらでーす。アデリアレトロのグラスです。こちらはアデリアレトロの桜草の柄の中コップで880円の商品
です。この淡いピンクの小花柄にちょっと緑とかブルーな感じのドットがある花柄のね、コップなんですけど、これまたレトロな感じでね、すごく可愛いですよね。サイズ感とかが結構このぐらいで、ちょっとちっちゃめのサイズなんですけど、ちょっとした飲み物を飲む時とかになんか気軽に使えてすごくいい感じです。ほんとこの桜草の柄がね、すごく可愛くって、なんか昭和45年に発売された柄の復刻なんですって。めっちゃ可愛い。いいね、ドットがちょっとずれてる感じも愛らしくて可愛いです。まあ、これからもちょっとインスタライブとかそういったところでちょくちょく出てくるかなっていう感じのコップです。結構私とかずっとアデリアレトロのコップとか好きで使ってたりとかするから、視聴者さんとかもよくプレゼントとかでアデリアレトロのハンドクリームとかアデリアレトロの入浴剤とかもねくれたりとかして、すごくね嬉しく使ってます。また YouTube ライブとかもすごくこの前楽しかったので、またやりたいなと思います。5月ぐらいにはあれだね、パイベントもちょっとできたらいいなと思って今企画してるところなので、ちょっとお待ちいただけますと嬉しいです。ということで本日の動画は以上で終わりになります。最後までね見ていただきありがとうございました。この動画がね面白かったよ、楽しかったよ、参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、動画に関するコメントもお待ちしています。それではおまけコーナーに移る。おまけコーナーはですね、こちらの無印良品のパジャマでーす。こちらのパジャマのクレジットはこちらでーす。私はですね、無印良品のパジャマめっちゃ大好きで、パジャマっていう感じのパジャマに着替えると、ちょっとね、気持ちがオフモードになる感じがあって、すごく大好きです。ピンクが可愛いです。ちょっとガーゼでできてて、これからの季節にぴったり、とっても着心地もいいです。休みたくって、今ちょっと作業終わって、まだお風呂入ってないんですけど、一旦ちょっとパジャマに着替えちゃいました。めちゃめちゃ可愛いパジャマです。無印良品のこの前紹介したあのリブのね、部屋にもとっても可愛いし、無印良品のパジャマもやっぱりね、いいですね。ということで、こんな感じでパジャマ姿でおまけはお届けしました。また次の動画で会いましょう。ではまたー。じゃーん。